こんなこと、そういうこと言ったんですけど、それでデータを取ってるんですね。データを取りながら、本当に痛み出てるかどうかっていうのを確認してる。だからちょっと他にはこういうの、カラムデータがついた、この痛みに関する論文って普通はない。これが2012年に論文を出してみたんですけど、出してみて、今は国立情報の研究所ってところにも登録されている論文なので、まあ、科学データがちゃんとあるので、こういう治療方法では、まあ、日本で初めてとか言われてますので、まあ、こういうデータがついた論文自体がないんです。まあ、当時の時は世界初まって飲みましたけど、まあ、見た限りではないんですね、世界中に。まあ、こういう治療方法です。だから他と違うのがこの科学データがちゃんとあるんですね。エビデンス、証拠があるんです。